で、作る人が杯屋といえば杯で、うん、は箱書きね、うん、杯って書くけど、それは作者が勝手にそれはゼロから作ったものなんやで、作者が何言おうがそれは自由、うん、でまたそれを杯だけど杯しか使ったらあかんのかっていう話じゃなくて、うん、買った人、手に入れた人はこうやって僕みたいに仕入れたものは買った、購入した、使用する権利がある人は何に使ったっていい、そういう自由に使うという。この2つね、時代はまあ近い、こっちの方が古くて織部の時代、特徴はね、よく言う、僕のよく言う高台の削りの浅さ、中が削りが浅いね。あ、そうやね。でこっち行くと深い、しっかりここグッとこう立ち上がりが、高台の立ち上がり部分が内側が強い、で時に残って、で高台のここのキワキワ割としっかり、これね、僕水月釜の高台の作りもこれに近いよね。カチッとしっかり締めてる、締めた削りになってる。ここら辺はなんか緩い高台の立ち上がりが、これはまだいいけどもね、こう内側にね、高台が優しい、造形的に言うと優しいという表現がいいんやけど、あの少しずつ造形は違うかな、やっぱり、うん、これは俳優でもね、ちょっと後やないかなと思う。この織部志乃の時代ではない気がする。うん、どこやろこれ。土はきめ細かいので、時川より北の窯で焼かれてる、間違いない。大川とか増爪とか水波の方の志乃の窯ではない。あっちはね、ガッサガサの土。これね、珍しいことにもうよう見てもね、傷が全くないんですよ、無傷で。ちょっと焼きが甘いところはだいたいザラザラになるんだけど、この多分前持ってた人が何やろ、砥石とかね、ああいうやつで綺麗に表面を優しく研いで滑らかにしとるね。これ本当はもっとザラザラ、これがサンドペーパーみたいなぐらいザラザラ、釉薬の焼きの甘いものってのはね。まあ、これもそんな火色っていう火色もないけど、焼き上がりは悪くない。これも多分どこやろうな、どこやろうな、ちょっとわからんわ本当に。トキのような気がする。カニの方の北の方の窯ではない気がする。これもね、若干土が黄色いのでオートミかな、オートミ、大平でもない気がするな。大平かもしれん、大平か大鳥かのような気がする。こういうの魯山人がよく作っとったね、こういう口の開いたね、ペッとしたやつね、魯山人が写してた総織部の食いのみを。最初豊造と魯山人がね、桃山の破片を発掘したって、
で魯山人がいかにも自分が見つけたかのように言うもんでさ、あ豊造が怒ってあれそれはもう魯山人らしいし、もうほら豊造さんもね腹立ったやろうなあれは。うん、でもあの二人は終生仲良くね、すごいです。魯山人ってもうほとんどの人は仲違いしちゃうんやね。すっごく仲良くなるんやけど、最初はなんか途中でね大喧嘩する。魯山人と付き合う人って不思議やね。いやでもなんかあれやっぱ大喧嘩するの強いんじゃないの、魯山人が自分を曲げないというか。そうではない、知らん、そんなようなタイプの人やないの。うん、うん、まあそうやがね、怒っちゃあかん。うん、なとゆぞうさんはこうね常にぐっと我慢しとったやん。うん、そうやろ、勉強になると思ったで、そうやろ、自分のためやと思ってね、うん、勉強のためやと、うん、この人の前も言ったけどさ、この人の横、この人の後ろにおれば何かしら勉強になるやないかってね我慢しとって。まあそんなね、いかにも魯山人がこの釜を見つけたかのように言っとったけど、さすがにその時はあれだったよ ね、 そうやろうね、先生もまあ多分抗議したっていうレベルやろうけどね。あそうやね、うん、うん、そうやと思うよ。確かそのようなこと自分でね、うん、私の履歴書の、うん、あの本「縁、うん、に従う」っていう本、うん、書いてあるんだけど、うん、っていう杯、今煎茶碗、ああ前回もね煎茶碗の話したけど、本来杯として使われてたやつはたまたま煎茶にちょうど使いやすいと、うんうん、じゃあたまたま煎茶が使いやすい大きさがその大きさっていうのがあるわけで、うん、別にねこれをご飯茶碗として使ってもいいんやし。そうやね、そうやろ、うん、赤ちゃんのさおかゆみたいなやつ使ってもいいですね。もう使う人が決めればいいだけ、うん、で作る人が杯やといえば杯で、うん、は箱書きね杯って書くけど、それは作者が勝手にそれはゼロから作ったものなんで、作者が何言おうがそれは自由で、またそれを杯だけど杯しか使ったらあかんのかっていう話じゃなくて、うん、買った人、手に入れた人はこうやって僕みたいに仕入れたものは買った、購入した、使用する権利がある人は何に使ったっていい、そういう自由に使うという、焼き物に興味あるとかいう方はこれはこういうふうにしか使ったらいけないのかなとかね、そういうふうに思っちゃうけど、あ大丈夫、全然そんなさあ、例えば自転車乗って高速道路を走ったらあかんやろそういうさあ話じゃないんやで、自由なんやで、うんうん、男性が女性のスカート履いていいかっていうと別にそれも自由やろ。そうそう自由やね別に、うん、どう思われるかなとか、まあ、それはねその人次第なわけやん。器ってのは自由、本当に料理やったら自由かというと、いや明らかにこれ美味しくないやろってなるやん、わかるやん、ね、料理調理する際ね、うん、ほうれん草と大根と人参とぐちゃぐちゃに、ね、煮込むとかさ、いやーってなるやん。あれをあのパクチーがないから大葉で代用するとかそういう、ああまあそれはそうじゃないよだけど、うん、前の話もそうやけど、茶碗っていい茶碗って何ですか、悪い茶碗、使えない茶碗って何ですかっていうのは、うんうん、もうその人の自由、本当にそう思う、うんうん、まあこっから行き着くのが
ペットボトルとかトレーやでね、プラスチックのトレー、あ、そうよね、紙コップ、紙皿、うん、それが今環境に良くないっていうんやで、うん、また焼き物に戻るんやろか、あいいかもしれんね、それね、なんか本当にだったらエネルギー的に言うと、うんうん、焼き物も相当エネルギー使うよ、これ割らん限り、そういうものなんやね、究極いくと、うん、ペットボトル素材、プラスチック素材になるけど、うんうん、焼き物ってのはこういろんな表情があるっていう、で器の大きさによってそれが杯なのかお茶碗なのかっていうのは人それぞれの判断という話です。杯という話だけど、まあ器の自由加減、自由加減っていうかな、自分で、あ、これは器、あの料理の器に使えるとか、その判断はね、うん、皆さん筆箱に使えるとかね、うん、そう、筆箱に使っちゃうとかね、これ楽しみでやってほしいっていう話です。はい、ありがとうございました。